固まったんですけど。ちょっと待って、充電器がやばい、充電がやばい、そういえばちょっと待って充電見る一回、そういえば充はい、うん、今日はそうですね、9時ゆいさんの配信が始まる直前ぐらいまでやれたらいいなと思ってます。はい、なんで9時ぐらいになったら、まあ配信終わろうかなみたいな、ニュアンスを醸し出しつつテックテックも久しぶりにしつつ、これから抜き打ちテックテックにしますね。まあ私がやりたい時にやるっていうあれなんですけど、はい、時間があったらね、なんかもう本当にゆいさんの配信始まっちゃうよって感じだったらしないけど、だからあ、やべえ今日歩いてないって思ったら、皆さん私の配信を聞きながらお散歩をしてください。歩きスマホはダメなので聞きながらそう、配信が終わるまで1時間1時間散歩したらどんぐらいなんだろう、歩数的ない、だから散歩しちゃって増えすぎちゃったっていうこともあるかもしれない、みんなだったらもしかしたらどうだろうね、まあ賭けに出てみてください。可愛いお顔が見たいときはちゃんと止まって止まってスマホを開いてください。パンダさんハートありがとう、キュンですありがとう、北里浩平さんハートありがとうございます。じゃーん、今日は聞いてください、これをずっとお家の中で冷蔵庫の中で冷やしてて、よしお出かけするよってなったときに、あ待って持ってくるって言ってこれをその冷蔵庫から取り出して、でこう持ってお出かけしたんですね。そしたら見て一口も飲んでないそうだから、ただ440ml を持ち歩いただけそうっていう今日共にしたあやたかカフェ絶対持ってかなくてよかったそうなの、でも抹茶ラテってあったかくても飲むっしょ、冷たくても飲むっしょ、だから別にこれなんじゃない、ぬるくてもいいんじゃない。作太郎さんハートありがとう、さっつんさんミラボルありがとうございます。歌いますね、じゃあミラボル、私はあなたの彼女になれますか、さっつんさんミラボール、あれここまで、もう一個か、ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい、さっつんさんミラボールありがとうございます、ありがとうございます。ぶどうジュースはまだありますよストックがいっぱいありますのでうん、
とねメールを書いてます。さて、私はさっき見てたんですけど、今日のネモハモルーマ夜公演なんですけど、私が見たのは定点で見ました。8、皆さん私のポジションがどこかは分かったと思います。はい、いつか披露するであろうあのポジションで、まあ、8と K はだから別ってことですね。頑張ります。しかもさ、知ってる？8の場合は向かって右側の1列目、まあ、基本なんですけど、あのなんて言うんですか、 K の場合は向かって左側の2列目なんですよ。もう全部逆。もう最悪。なんか A メロ B メロも逆を覚えなきゃいけなくて、そう必死です今。本当にそう、レッスンもそうちゃんと1から100までっていうわけではないので、私も出れる時にしかちょっと出れてないっていうのもあったりするので、もう地獄を見てます今。そうなんですよね。しかもラスサビは8の場合はちょっと頑張らなきゃ、よりこれまでそのそこまで以上に頑張らなきゃいけないので、ああサットさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なのでああって感じなんですけど、まあでもせっかく披露するならね、みんなが見える場所で私も披露したい気持ちはあるから頑張ります。はい、頑張ります。そうですね、そうだよね、みんなは頑張れってしか言えないよね。そうなんだよ、知ってんだよ。そうなんだけどもね。まあ、いずれ出るんじゃないですか。出ないってことある。いずれ出ます、出してください。出してください、お願いします。はい、なんかロックダンスって本当になんか基本のアイドルのダンスってなんだろう、結構内股が多いというか、キュラランって感じじゃないですか。でもロックダンスってもう膝が外っていうか、そういう系のダンスなんですよね実は。そうそうなんですよ。はい、なのでまあ実はいや多分皆さんご存知だと思うんですけど、私とても足がね、いやサヤリンとかめっちゃ綺麗だと思うんですよ。スラッとまっすぐスンみたいな、私そういう足に憧れているんですけれども、私本当になんて言うんでしょう、どこで何を間違ったのかわからないんですけど、とっても
まあテニスをやってたからなのかな、外側に踏ん張る力がすごいついちゃったのか分かんないんですけど、ママにあんたガニ股だよって言われることがよくあってそうなんですよ、すごい直さなきゃ直さなきゃってずっと思いながらいつも歩いてるんですけど、それが活かせる機会がポジティブだな。そう、ようやく来ました。そうなんです、やったはい、もうロックダンサーもむしろなんか男性感というか男感がある方がかっこよくカチッと見えるんだっていうのをそのこの間ダンスの先生に教えていただいて、そうなんだと思って私ガニ股でよかったって初めて思いましたはいそう、あとはなんか私ダメって言われたことをやりたい人間なんですよ。そうだからすごい保育園の頃になんか先生に足を組むとなんか将来足に穴が開くからダメだよって言われて、いやそんなわけないやんと思ってずっと組んでたんですね。そう、そしたらなんかあ足に穴が開くってこういうことだったんだと思って本当に O脚になっちゃったんですね。そう、いやちゃんと言うの初めてかもしんない。なんかすごいそれが嫌で、嫌なんですけど、そうすごい嫌なんですけど、でも保育園の頃にそう言われてなんかいや足に穴開くってなんやねんと思いながら組んでたら足に穴が開いちゃったんですよ。そうこういう足じゃなくてなんかこういう足になっちゃったんですよ。そうだからいつもうんってなるように頑張っているんですけどそうもう足を組もう、もう足を組んでないです。だから本当にもうもう組まないようになりました。もう一回組まないって決めたら決めて1週間続けたら意外と組まないようになるんですよね。そうだから今は組んでないんですけど、まあこれまでの名残があってちょっとまだあれなんですけど、まあまあまあ根も葉もに生かせるということではい、そうポジティブに、ポジティブシンキンでいきます。はい、トラック野郎さんミラーボールありがとうございます。4つもありがとう。ちょっと待ってね、ありがとうね、少々お待ちを、今から3時間おき、少々お待ちを、ありがとう。待ってフラボール、よし歌います。ありますか、涼しい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの彼女になれますか、夢見がちな性格なので教えてほしい、ダメならダメと心の準備させてください。ありがとうございます。2つ分まず歌いました。次の曲にレッツラゴー、少々お待ちを。レッツラギャローさん、パンダさんミラーボールありがとうございます。パンダさん2つありがとう。だからトラックギャローさんの2個、ギャローさんの2個、パンダさんの2個、あと5個分、彼女になれますかの次が、コールの間に
て、さっつんさんミラーボールも1個ありがとうございます。サプライズレバーさんミラーボール4つありがとうございます。待って、あわわわわわわあわわわわあわたふた書かなきゃわかんなくなっちゃった。みんなありがとう。トラック野郎さんが2個、あと2個。山猫坊主さん1個、ギャローさん1個、パンダさん2個、サッツンさん1個、サプライズレバーさん4つ。ラボールありがとうございます。じゃあ歌います。祭りしてるね今日も。ちょっと待ってね、その前に。はい、いつもの道を走る自転車、立ちこぎの汗が揺れる9月のそよ風、休みの間会えずにいたら君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に会いたい。じゃあらら、まずトラック野郎さんの、さっきの2つ分と今の2つ分、山猫坊主さんのミラーボール1個、ギャローさんミラーボール1個、パンダさんミラーボール2つ、ありがとうございます。6つ歌いました。でこの後、ギャロさん今ミラーボール1つありがとうございます。はい、歌います。てれれ、メイビーメイビー、好きなのかもしれない、青い空には雲は一つも、好きなメイビーメイビー、好きなのかもしれない、青い空、合ってるか、青い空には雲は一つもない、 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、それが恋だと分かってるけど言い訳 Maybe チャラチャ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 、回って前に出る教室の窓、カーテンが揺れ、2学期の君はどこか、大人の横顔。ここまで、お、なんか来た、ここまで。サッツンさんサプライズレバーさん、サッツンさんミラーボール1個、サプライズレバーさんミラーボール4つ、ギャローさんミラーボール1つ、ありがとうございます。そして今もギャローさんからミラーボールありがとうございます。どんな休みを過ごしていたの、ここまで、ここまで、ありがとうございます。サットさんハートありがとう、パンダさんハートありがとうございます、キャンです、ありがとうございます、ありがとう。ミラーボール祭りすごい、今日も開催されてる、ほぼ毎日開催されてる。私も頭の中で次はここに行ってってやれるのでとっても助かってますありがとうございます。そう、次、これの次はここで、次ここでってやってます、頭の中で、すいません、皆さんが投げてくださったミラーボールで作太郎さんハートありがとうございます。
あ、ダークマター受け取り完了。皆さん見ました？見てないかな。なんだっけ、 CS クライマックスシリーズ。そう、私も見てはないんですけど結果だけ知ってて。そう、楽天頑張れ、楽天セールしてもらわないと困るんよ何買うのって言われたら確かに何買うのって感じなんですけど、すごい、なんだろう、やっぱセールしてると欲しいなっていうものを買いやすくなるというか、買おうかなって思えるじゃないですか。だから今日負けたのは痛かったなって感じですね。はい、いやごめん、ロッテは今年はごめん、応援せんのよ。もう楽天をしないよ今年は。私は、あ、お安くなってくれそうなんです。なので、そんな感じですかね。なんか今のあんなこといいなに聞こえたよ、できたらいいな。不思議なコアラのマーチみんなコアラのマーチって言うじゃん。私の友達もコアラのマーチって言ってました。コアラだから私と一緒ですよね。もうコアラのマーチのために、私は楽天セールのために楽天が1位であってほしいし、コアラの友達はコアラのマーチのためにロッテを応援してるらしいですいやどうでもよと思ってマジでなんか私たちのそのどうでもいい、あの応援の仕方本当に、このどうでもよすぎる応援の仕方よ、申し訳ないわ選手の方々に。本当にすいません。あ、雪見大福か、確かに福ちゃん、そうだな、うちの福田くん頑張ってっかな、今何してんだろう。まあでもそっからね、野球を好きになるっていうのもきっと、まあ私はもうもともと好きなんでいいんですけど、うん、そうですね。いや雪見大福で揺れますよ心は。雪見大福大好きなんで、はい、え、ロッテの製品って何あんだろう。ロッテ、ロッテリアとか安くなるんですか。関係ない、ロッテ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 リアロッテリアロッテリア関係ない。お菓子、
雪見大福1個ちょうだいは切れます、いや半分しようって言われて、なんか半分しようって言ってほしい、うん、1個ちょうだい、なんかちょっとちょうだいっつって一口食べ1個食べるのとか、一つちょうだいっつって、いや一つって半分やんけって思うんですけど、なんか半分しようって言われたら、あいいよって言います、全然、まあ全然どっちにしろいいよって言うんですけど、うん、まあ、でもそんな半分する時にいないよね、基本家で一人でしめしめ食べるので、はい、言い方の問題ではあるんじゃないか、待って、ドール盛りだくさんフルーツ安くなるの、わこれはちょっと熱いぞ、クーリッシュ安くなるの、熱いぞこれは、安くなるか分かんないけどね、ロッテ製品、でもチョコレート苦手だからな、あんまりあれなんだよな、パパブラックブラックガム好きなんですよ、ガムじゃない、パパが好きなのキャンディーだ、間違えた、ブラックブラックキャンディー、でもこれ多分ロッテの製品なのかな、したらパパ多分ロッテ応援するかもしれないですね、あったブラックブラック、パパいつもこれは買ってママに怒られてるイメージ勝手にカゴに入れないでって言われてるイメージうん、後から払うからって言ってます、いつもまたやってろわと思いながら見てます、はい、意外と高いんですよねブラックブラックキャンディー、結構ちゃんと値段して、あそんなするんだって思います、いつも、でもなんか多分箱で買ってるから高いんだろうな、うん、1個ずつ買えばそんな高とはならないけど、うん、でも最近お菓子そんな食べないんですよね、だから箱買いするほど、まあ、好きなのかただ眠気を覚ましたいのか分かんないんですけど、どうなんですかね、うん、まあ全然どっちでもって感じ はい、私がしたことある箱買い、なんかあるかな、でも橋の時は炭酸飲料箱買いです、デコパンマンさんハートありがとうございます、そうですね、ロッテか、アクエリアス確かに、私お姉ちゃんもテニスしてたんで、そうアクエリはいつも箱買いでしたね、私クエン酸飲みましたよ今年も、去年今年3ヶ月前ソフトバンクが優勝した時の得点は、まあ、橋本家のご飯が豪華になるっていうのとパパの機嫌が良くなるっていう、あのその2つです、はい今はバッチリメイク、バッチリメイクではないけど、いつもほぼもうすっぴんで配信してるので、それに比べたらメイクしてます
アクエリアスよりポカリ派だって。ポカリ高いじゃん。だから風邪ひいた時にしか飲ませてもらえないポカリは。だから8月お休み結構いただいてた時はずっとポカリ飲んでました。あ、おろしーはこの間箱買いしました。やばい箱買いしました。ニヤニヤしちゃう。そう、キモいぐらい箱買いしてもらった。うん、おろしーは大好き。え、すごいです。今いくつあるんだろう家に、おろしってぐらいいっぱいありますよ。でも飲んでない。そう、捨てんのめんどくさいんだから言われるので飲んでないです。まあお仕事あるときは飲んでます。でその飲んで、例えばレッスンのところとかだったらレッスン上にね瓶の捨てるところがあるのでそこで捨ててます。そう、ママに怒られないでしょ。え、巨人が勝ったらおろし安くなるかな。それはない。ひさつとこうへいさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あ、なりません。あ、じゃあ大丈夫、じゃあいいです、じゃあしない。じゃあどこでもいいや。え、私以外多分おろし誰も飲まない。ママもパパもコーヒー人間。まあでも炭酸ジュース、本当にお家はねみんな炭酸ジュースなんですよね。うち橋本家みんな、うん、なんか炭酸ジュースばっかり。うん、そうそうそう、茶色の瓶の日は何曜日なのだって。わかんない、パパに聞いて。ママが捨ててんのかな。起きたら捨てられてます。私はちゃんとそのお家のそのなんていうの、瓶って書いてあるゴミ箱に入れるだけ。飲んで洗って乾かして瓶のゴミ箱に入れるだけ。そう、重たい思いをしているのはパパかママ。ありがとう山内さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。そうだから私にあのゴミの分別の日曜日聞かないでください。あ、でも燃えるゴミは知ってます、言わないけど。燃やせるゴミ、燃える、燃やせる、今なんて言うんですか、燃やせるゴミ。うん、は知ってます。そうだからいつも何か、あ、気づいたらいつも、あ、なくなってるゴミ箱って思う。ゴミ箱なくなってるっていうか、あ、ゴミ箱の中身なくなってる、あ、今日何曜日かって思ってます。ゴミ箱で判断してる。そう、そうなんです。なんかね、それこそ、じゃあ分かった、今日なんちゃかするから
なんか片付けした日とかさ、お洋服の整頓をした日とかさ、特になんですけど、すみちゃん、マーボーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。お洋服の片付けした時とか燃えるゴミがたくさん出るじゃないですか。そう、その時にでも私は起きたくないからそう、何か別のことをして、ね、今日これやるから明日このゴミ捨てといてって言いますいやでもパパママ分かってると思います、私の作戦には。はい、もうやりすぎてるのではい、やりすぎてるからもう分かってると思う、まあ、そんな毎日あるわけじゃないからさ、いいじゃん。確信犯どころかもうカク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 確信犯ですはい、何かいけないことでもしてますか私。あ、カクカク確信犯。前にあったのは、GoTo イートの件、富山県あったんですけど、それを買ってきて、ん？なんていうの？お金渡すから買ってきてって言われて。買いに行ったんですけど、その日ちょうど私その丸一日特に何もなかった日だったから、お洋服のね整頓をしてママに、はい買ってきたよ、明日ゴミ捨てついてねって言いましたうん多分富山は抽選ないと思います。はい、全然買いに郵便局に行けば買えるスタイル、うん、だから全然買えますよ富山はね。他の県は知らないけど、うん、そうなの、いいとこでしょ富山県。でもなんかいつもその GoTo イートの券を使ってるのを見るたびに思うんですけど、なんか 1,2,3,4,5,6 って数えてるんですよ、その店員さんが。なんか大変そうだなって思って、なんか QR コードとか搭載してピッてやればいいのになって思いながら、そうバーコードとかさつければいいじゃんって、なんかそういうとこだよ富山県って思いながらあの私はそれを使ってました、ママがはい、そうそう、チームよちゃんさん、ミラーボールありがとう、4つありがとうございます。いくらでいくら分、1万円で1万2千円分かな、そうです。新垣の君はどこか、大人の横がどんな休みを過ごしていたの、話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切
いたんだね。僕ら遠くで君を見ている。チャララ、メイビー、メイビー、そんな勇気はない。ありがとうございます。ギャロンさん、ミラボリ一つありがとうございます。プロバブリーに近い、もっと確かなもの。ありがとうございます。ここ好き。そんな勇気はない、プロバブリーに近いが好きですはい、プロバブリーに近いわかる。あ、皆さんも好きですか。私もすごく好きです。ここプロバブリーに近い歌ってて楽しい。なんかでも私これ本当にずっと歌詞考えてて、いつも分かんなくて、プロバブリーに近いもっと確かなものってことはメイビーが、メイビーがプロバブリーに近いもっと確かなものってことは、私本当に分かんなくて、これ多分日本語の問題なのかな。プロバブリーに近いけどもっと確かなものなんでしょ。でも英語で言うと確かプロバブリーの方が確かなんですよ。もっと確実、そう、なんていうの、数直線にした時にここがそんなに、ん、いやゼロで、ここがもう 100% そうですっていうのだとしたら、メイビーって多分これくらいで、プロバブリーって結構これくらいなんですよ。それがずっと分かってなくて、え、どういうことですか。え、プロバブリーは 90% ぐらい、メイビーは 50% でしょ。どういうこと。え、ずっと分かってない、それが分かんないんですよね。プロバブリーの方が確かじゃないですか、パーセントで言うと。あ、メイビーとプロバブリーの間ってこと。え、そういうこと。どんな休みを過ごしていたの、話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったので、僕ら遠くで君を見ている。 Maybe Maybe そんな勇気はない、プロバブリーに近い。 Maybe より確かってこと。あ、そういうこと。 Maybe じゃないんだ。じゃあ私これプロ、なんていうの、そのなんかそのパーセントを最初知らなかった、知らなくてこの曲をね最初知った時は、あ、じゃあプロバブリーの方がメイビーよりもそのなんていうの確かじゃないんだと思って、そのここが確か 100% だとして、ここがプロバブリーだとしたら、ここにメイビーがあると思ったんですよ。でプロバブリーに近いけどプロバブリーよりも確かだよみたいな。でもそういうことね、メイビーとプロバブリーの間にいる自分ってこと。むずっ、歌詞がむずい。
やだから英語は分かるんですけど、プロバブリーに近い、もっと確かな。え、私の頭の中理解できてます今、誰か。私がどういうことって思ってた理由がそうなんですよ。秋元先生これどういうことですかってすごい聞きたかったんですけど、でもそういうことね。メイビーだけど、でもそれメイビーっていうよりはプロバブリーに近い、メイビーより、あ、メイビーよりもっと確かなものってことね。ここに主語がないから混乱してるんだ。プロバブリーに近い、メビーよりもっと確かなものってことね。ちょっと今ごちゃごちゃだったけど、そういうことね。私本当に AKB に英語を救われてる人間なんで、 Give me five も Give 人物っていうのを覚えたのはもう Give me five のおかげで、そうそうなんですよ。本当にありがとうって思ってますなんかの時にサウンズグッドって出たんですよ。それがうわーと思いました。はい、真夏じゃんと思ってテンション上がった記憶があります。あと何覚えたっけな。そうだから5本、手を、5をちょうだいって言ってるんですよ、 Give me 5って。で5をちょうだい、ハイタッチしようってことなんですよ、それって。要するにそれで Give me five、 Give 人物で覚えました。はい、懐かしいな。ハイファイブってあれですよね、リトグリさん、タタ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 みたいなありますよね。これはあの持続可能なはマジで AKB のおかげでより頭に入った。あんまり聞きますか、聞けんのかな、この人喋ってくれるかな。まあ喋んないわ、携帯で流しますか。じゃあその発音がね、なんかルーマーなんですけどなんて言ったらいいの、私も英語ルンバに聞こえた。私もなんか歌のところでもハーモルンバーに聞こえちゃって、もうダメでしたねもそう聞こえてた。ルーマー、ほらわかります、ルーマー。いや発音良すぎ、待って、この人発音良すぎ、無理ごめん、良すぎました、やめときますい
マクウィックさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。え、めっちゃ、いや絶対誰かルンバって言ってるでしょって思いながら聞いてた。でんでんでもハモルンバみたいな絶対そうでしょって思いながら聞いてました。はい、ということで、それでは、なん、間違えた、テックテックします、ごめん、さっき送ってくれた人、みんな、皆さんの歩いた歩数をぜひ教えてください、よろしくお願いします。テックテック、合わせよう大作戦、合わせようっていうか、一緒だと嬉しいね大作戦なんですけど。はぁ、震えた。惜しいな。川の流れ、私川の流れのようにって昭和の曲だと思ってたんですけど、違うんですね、平成の曲なんですね、知らなかった。いないかな。そう、秋元先生、そう、それは知ってる、それは知ってる。なんかね、発売されたのがなんか平成みたいな、1989年1月11日。ということで、ちょっと歩数はおられなかったので、私の本日の歩数はこちら9500、9055ってたの、誰かわかんないかな、ノットヤットさんの最後のコンサートかな、え、どこのコンサートだったかな、忘れたけど、そう、本当に最後のコンサートの時に、あのサイコロトークみたいなのがあって、めっちゃ見ました、それ覚えてるんですけど、そう、サイコロトークがあって、いや誰かこの共感をこの共感を誰かしようよ、ノットヤットさん、推しさんいないですか。レディファーストライブ、こん時のあのサイコロトークで、 MC のサイコロトークで、誰とサッシーさんと喋ってたのかな、ゆうこさんかな、わかんないけど、やばい、ギルドバトル日本コロミに、ん、なんかだ、どっちかが読んだ時、日本コロムビアさんがみたいに読んだ、違います、
日本コロムビアさんです。めっちゃ言ってた記憶が。あーすごい楽しい。ごめん一人で今盛り上がってる。そうしかも前株じゃないんですよみたいなめっちゃ言ってた。ごめんオタクって楽しい。さき太郎さんケイトありがとう。いきます。1位チームようちゃんさんありがとうございます。2位サプライズレバー、あと、チームうちらんさんありがとうございます。3位トラックやろう、あとゴリさんありがとうございます。4位ギャローさんありがとうございます。5位パンダさんありがとうございます。6位サットアットピョンズさんありがとうございます。7位タケニーさんありがとうございます。8位すあ間違えた北里康平さんありがとうございます。9位サッツンさんありがとうございます。10位マックミックさんありがとうございます。11位スミちゃんと炊飯ジャーが壊れてピエン、米が当分食べられん。炊飯ジャー殺人事件だっけ、なんだっけ盗難事件、え、なんだっけあれですか、真犯人フラグですか、やばいですか、え、奥さんと子供はいますか、ちゃんとお家に。真犯人フラグかあれだな、あのあれだ、なんだっけ忘れた、アンラッキーガールで炊飯ジャー投げました。やばい、あ、炊飯器失踪事件か、それだ。はい、すいません、楽しかったです。はい、12位山猫坊主さんありがとうございます。13位ともゆきさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位は赤穴のサルティさんです。ありがとうございます。ということで、わお、オープン、ドラマ、全部ドラマです、ごめんなさい。そうですね、あのご飯はまあ、普通にお米を炊いてもらって、あの普通にねお鍋でも、はい、炊けますので、火あの大変かもしれないんですけど、あの火を入れていただいて、あの水で沸騰した、そうですね、いい感じに沸騰して、あの中火にしたり、なんかなんちゃらなんちゃらなんちゃらみたいな、はい、習いました、小学校4年か5年か6年の時に。懐かしいでございます。はい、家庭科で習いました。もう何にも覚えていません。待って、あ、めっちゃ強い私と思ったら違ったわ。この人めっちゃ強かった。はい、そんな感じでございますね。ダダ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 、じゃあゆいさんの配信が始まるまでもうちょっと喋ります。ひょうちゃんは料理するの？にっこり沸騰石、あ、突沸を防ぐために沸騰石を入れる、何度書いたことか、もう何回書いたか、あの理由、沸騰石を入れる理由は何ですか？突沸を防ぐため。そうですね、懐かしいです、いっぱい書きました。はい、なんか高校入試か、高校の入試のあの模試みたいなやつでいっぱい書いた。カレンダーの沸騰、間違えた。カレンダーの写真、そうですね、新しくそのカレンダーが、チームエイトじゃないや、 AKB48 新しくカレンダーが発売されます。ということで、
トップツって何回も書いたけど実際に見たことない。だからそれを防ぐために沸騰石を入れてるからトップツは見たことないんですよ皆さん。はい、まあ、ね、本当にいい商品作ったなって私も思いました。待って、私これどこのファンの人と戦ってんだろう。ワンチャンピョンズ違う、さすがに違う。なんか真ん中にいる人は私なんですけど、気のせいかな。まあなんか概要欄みたいな、商品の概要欄みたいな見たんですけど、推しメンにするもよし、12ヶ月違うメンバーにするもよし、そんな人いないって、全員私だわ、もう毎月私だわ全員。ええ、特に私たちの二十歳の時代、なんて言うんですか、私の代はあの成人式の写真も入れれるので、多分なるちゃんの写真があったので多分そうだろうなと思うので、私のね代の方を応援してる方は、まあハルピオンのファンの方はあのそう私のあれも入れれるので、なんていうの、成人式の写真も入れれるので、ぜひあのよろしくお願いします。なかなかないからね。ということで、うお、あと2分です。あ、違うわ、やばい、あと4分です2分前に終わっとけば大丈夫かなっていうのがあって、あと2分ですって言っちゃった。ハピオンおすすめの順番、いやなんかね見てないんだよねまだ。懐かしい、カレンダーって言ったら紙パンツって出てきた、懐かしい、買ってたわ紙パンツ。紙パンツ買ってたわけじゃない、カレンダーの中に紙パンツついてたわ。これアカウントないと入れないの？そんなことない？あ、ほら、ログインせずに作成をできるじゃん。うわ、すごい、こうやって選ぶんだ、楽しそう。え、ゆいさんも作れんの？え、めっちゃ重そう。でもこれ作んのめっちゃ大変そう。だってさ、何人分の写真がさいっぱいあるわけでしょ。え、こんだけしか選べんの？あ、12枚しかないんだ、もともと。あ、そうなんだ、そうなんだ。そうなんだ。そうなんや。じゃあみんなが好きな並びにぜひしてください。え、もっとさ、いっぱい写真撮ってんじゃん、うちら。あの写真たちはどこに行ってるんですかもっと写真撮ってるやんけ。これ成人式ない人たちってどんなあれなんだろう、日向とか。やばい、待って、もう14分だ、やばいやばい。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。この後ゆいさんの配信見るんですいません。推し活は
絶対。あ、ジタバタなんだ。なるほどね。はい、ということで皆さんありがとうございました。皆さんもぜひゆいさんの配信ご覧ください。ということで最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバイ。始まってる？待って、やばい？始まってる？始まってない？あ、まだ始まってない。よかった。バイバーイ。おやすみなさーい。この後配信はありません。ピョンムービーは送ります。ピョンメールも送ります。バイバーイ。